ただいまから森下広志騎手引退セレモニーを行います。森下騎手到着されました。どうぞ拍手でお迎えください。森下騎手1955年5月の4日生まれ、65歳。騎手としてのデビューは1973年11月7日クイーンミツルに騎乗し初騎乗初勝利の快挙。以来47年第一線で活躍し、今年3月の6日川崎競馬8レースで引退。地方競馬通算での成績は22,994戦、2,676勝。重賞は今見ていただきました2004年エスプリシーズとのコンビで制した G1 川崎記念など33勝。また最後の勝利となりました今年3月4日の川崎9レース64歳10ヶ月での勝利は記録が残る範囲での最年長勝利記録となっています。長きにわたりジョッキーとして川崎競馬を中心に競馬界を盛り上げてくださいました森下騎手、本当にお疲れ様でした。少しお話伺います。改めてお疲れ様でした。はい、はい。少し時間が経ちましたが3月にステッキを置かれてどんなことが思い出されますか。まあ、デビューしてからここまで長いようでなんか短いという感じはしてます。まだまだ体がもっと怪我してやっぱりきつくなってたんで、それがなければまだ乗りたいなと、時のまたま騎手みたいに乗りたいなと思ってましたが、体がきつくなり引退決意した次第です。はい、ご自身で特に印象に残っているレース一つ挙げるとするとどのレースになりますか。まあ、やっぱり川崎記念のスプリシーズですね。今画面にも出ましたが、レースを見て当時のことをどのように思い出してますか。馬がやっぱり強かったです。僕の腕より馬の方が強かったんじゃないですか。そう思いますね。素晴らしい馬だったです、はい。先ほどの11レースあとは俺たちに任せてくださいというサブタイトルがついていました。後輩ジョッキーもたくさん集まってくれました。はい、何か伝えたいことはありますか。いろいろやっぱり上手い人のレースとか、そういう人のレースを見て見習って自分の中に取り入れてやればみんな成長していくと思います。僕もやっぱりそういう人たちの先輩のレースを見ながらここまで来ました。はい、そうしていただければ一番いいなと思います。はい、最後になりますが、騎手森下広志として、この引退セレモニーに際してファンの皆様に、またお集まりの後輩ジョッキー関係者の皆様を含めてメッセージをいただきたいと思います。このコロナなんかこうやって引退式を迎えさせていただいて、本当に川崎競馬場関係者には本当に感謝しております。またこうやって引退式迎え長い間やってこれたの、各競馬場、馬主さん、調教師さん、厩務員さん、そして騎手の仲間たちのやっぱり声援と協力があったからだと思います。それとこうやって足を運んでくださってるファンの皆様の声援があったからこそここまでやってこれたと思います。本当に感謝しています。ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。森下広志にお話を伺いました。